どうも、ゆう社長です。ラーメンで世界展開を目指してます。僕はインスタグラマーでも TikToker でも YouTuber でもない、ただのラーメン屋です。それでもここにいます。世界展開を目指しているラーメン屋の男がブレイキングダウンで夢を掴んでいく姿を視聴者には見せたいです。エンタメ性があって強さはない、強さがあってもエンタメ性はない。そうじゃなくて、エンタメ性があって強さのある男欲しくないですか？僕ならできます。以上です。YouTuber ホーミーズとして活動しておりますルカです。現在チャンネル登録者数は114万人。普段は、替え歌とかあるあるコントをネタに動画を撮影しています。まあ、今回ちょっと、ちょっとベラベラ自己紹介並べてもよくわかんないと思うので、普段やってる替え歌ブレイキングダウンあるあるで朝倉みくるさんのファイヤーという曲ワンフレーズを作ってきたので歌わせてください。ブレイキングダウン息を吸い、ブレイクタイム望遠鏡、どんな乱闘を起こしても YouTube でコラボ、みくるさんの指示には冷静に聞くよ、女子だけ例外よ。よろしくお願いします。すいません、自己紹介します。もと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 喧嘩自慢ボス、ヤマシンです。いいか、山本慎二です。前回は、まあ、とにかくあのままで終わったら本当に頭おかしいやつで終わってしまうので、また再戦したいなと思ったら思いました。で、まあ、本当にね、オーディションでは爪痕を残したと思うんで、今回は本戦に出れる、結構期待してます。いろんな人とコラボしてアピールをしてきたつもりです。よろしくお願いします。じゃあ次どうぞ。山梨県から来ました、ラブリーラッチです。自分の実績は MM が始めて2ヶ月ぐらい で、その2ヶ月で大会2回出て、その1本の大会マスロで1本勝ち優勝しました。で、自分の体重なら誰でもいいので、自分ちょっとそういうなんかですね、日本語の使い方とか言葉あんまり分かんなくて、言葉より行動する人なので、もしスパニングしてくれる人いるならぜひやらせてもらいたいです。次の方。はじめまして、加藤です。ブレイキングダウンの、6と 6.7 の企業コンサイラーとしてます。主催者マクトバンコの豊島の加藤です。ちょっと大きな病気になってしまって、チンストロフィーというちょっと大きな病気にかかってしまって、来年手術ということにかかってまして、格闘技ができるのも今年1年だけなので、最後、この舞台で戦わさせていただきたいなと思って、応募させていただきました。お願いします。斉藤君、なんかやりたいってさっき言ったように、やりたくなったって、急遽試合したくなったみたいな話だったけど、今日は観戦だけって聞いたんで。斉藤君出たいんでしょ。そうですね。なんか斉藤君でやりたい人います。はい。なんかアピールしてもらいます。エンタメ性があって強さのある男はここにしかいないと思います。海外を目指しているブレイキングダウンで英語は喋れる方がいらっしゃいますか。ホーランさん。他はいらっしゃいませんか。はい、行けますよ。エンタメ枠の方ってたくさんいらっしゃると思うんですけど、英語も喋れないで海外に行こうとしてるのはあぐらをかきすぎかなと思います。俺がユーだから大丈夫、俺通訳するから大丈夫。通訳だったらエンターテイナーになれないです。なれるよ。ホームランの大どの場所でもエンタメ性を持てるのが本物のエンターテイナーなんで。英語喋れるんですか。軽く自己紹介ぐらいは。世界を目指してるんで。お願いします。ちょっといいですか、やっても身近に。わかりました。
じゃあ韓国で開催した場合ってことでいいですか。はい。Hello everyone in Korea. My name is Liu Shachou, who is the president of Suzunoki. I have a dream. I want to expand the Suzunoki to the worldwide. Thank you so much. お召し込みは Polsku czy nie お召し込み。はじめ。それは英語ではない。字幕が足りないところ。ただ、韓国語で英語ではない。字幕が足りないところ。ただ、世界展開を海外進出を目指しているのであれば、まあ、英語の一つや二つ喋れないと恥ずかしいかなと思います。まあ、斉藤さんへのアピールなので、斉藤さんへのアピールは何ですか。はい。斉藤さんと戦いたい人いますか。で、今拒否されましたよね。はい。英語喋るかどうかは斉藤さんとはあんま関係ないと思いますよ。斉藤さん、英語喋れますか。いや、僕話せないです。はい、僕話せないです。じゃあ話せると、話せる者同士、話せない者同士でやりましょう。ちょっと、分かんないです。これは本当に決める戦いです。はい。次移動グループ行きますもん、はい。ありがとうございました。じゃあちょっとやらせてもらいたいです。あ、ありがとうございました。次もあの同じ階級なんで、はい、本当にこの中で実際盛り上がることができるって自分も分かっているので、ちょっと本当にやるだけやりたいよ。客観的に見てなんか視聴者が求めそうな人がいないっす、はい、でもこの時間内で盛り上がっていい。なるほど。誰か斉藤君以外でも誰か知りたい人いないです。やっぱりあの数字みんな求めてると思うんですよ、ベルティンが。この中で、多分この中でも結構上位に入るチャンネル登録者数持ってる自分とやることによって盛り上がると思うし、あと僕の視聴者層っていうのが結構学生がメインで、やっぱり新しい視聴者層を得るためにも、もしよかったら誰かやってみてください。その金さん、つまみ出してください。了解しました。じゃあこのグループ終わりです。あらしゃ。お帰りください。プレゼントします。ありがとうございました。返すことではない。返すことではない。ありがとうございました。誰かいないですか。俺とやりたい人。